あとはこの北のセオリーを考える時に考えなきゃいけないのは会社法人っていう、ね、この仕組みですよね実はこの会社法人っていうのは、ね、情報時空上の存在に過ぎななないいいいう、ね、ここを理解しなきゃいけないわけわですよねやっぱり窓の外を見てみるとねさまざ、あ、まな光景が広がってると思うんですけどそもそもこの世っていうのはね一見物理時空上でね建物が建ってたりするんで物理時空の問題かもしれないっていうふうに思うかもしれないですけど。 実は全部情報時空上の問題なんです、ね、これね例えば誰かが最初にねこの言語っていうのは非常に重要なんですけど誰かが最初に、ねえー、ホモ・サピエンス僕たち人間が漠然と持っているねこの神っていうようなこの存在みたいなのを誰かが最初に言語にしたんですよ物語としてそうしたところそれが2,000年前3,000年前ぐらいだと思うんですけどそれによって神っていうのが誕生したんですねうん 例えばあの今世の中っていうのはヨーロッパアメリカ日本ね、えー、ギリシャ神話新約あ旧約聖書新約聖書この3つの物語によってあの元がたた形づくられてるんですよねうん誰かが最初に、えー、言語化して神っていうのを作ったそして神と民との相対関係を言語化したそれによって神が圧倒的な上であり、えー、人間が圧倒的な下であるそれで人間の子孫が誰か悪いことしちゃったと。 だから人間の子孫は永遠にね君たちは労働しなきゃいけないんだよっていう勤労の義務ができたみたいなねえでもずっと勤労してると大変だから神はね優しいから君たちに休んでもいいっていう日を与えたそれが休日レジャーであるとかねそういうのができたりもしましたそして神の中でも、ね、神と人間の相対関係の中でも人間の中に神の血を引く、ね、人が出てきたじゃあその人は え誰かというと国王だったり帝王だったり天皇だったりみたいなねそういう形の神の血を引く人間というのが言語によって誕生したわけですねそしてこの神のに血を引く人間が統治する国と言われる存在と民とね言われる存在のこの相対関係を法としてまとめただその神の成り立ちと神と人間との相対関係まあこういうのを含めて学ぶとことして大学が誕生した高校が誕生した小学校中学校 ね、あ違う大学高校中学小学という順番に誕生してたわけですね進学校って言われるとおくから発生したで皆さん人間はね神と国は超えることはできないけれどもある一定のルールの下で集団としてね宗教活動とかあとはお金を稼ぐ活動をしてもいいですよそれによって誕生したのが法人ですよねただし神と国を超えることはできませんよ 神と,国神と国を超えるようなことをしようとするとあなたたち逮捕ですよみたいなルールがあるわけですけどもねでこうやって言っとくと今世の中でこの見える現象っていうのは全て実は情報時空上の問題なんですよね物理時空の問題じゃなくて言語によって作られてるんですよ全てでその中で僕たちが今回つく使うっていう仕組みは何かっていうと法人っていうやつなんですよねこれ法人それは皆さんは神と国は超えることはできないけれども ね、神,神と国のルールのもとに法のもとに定められたこの、ね、ルールのもと集団的に活動していいですよ商業活動していいですよっていう仕組みを使うわけなんですよねだこれが法律だけの人格で法,律なん法人なんですよ法,法律だけの人格なんですよで法律に基づき会社法人っていう幻を情報軸の中で具現化するのがこの法人ビジネスなんですよねで本来は 物理時空上には一切存在しなない情報時空上だけの法人格なんですよねでこれは国の法律のもとに定義化された法人格に人間がはんを押すと情報時空上の法人が誕生するっていうところですねじゃあこれは何をもって会社法人とするかっていうところですけども じゃあ、例えばね、バンダイとかそういうね、宝富とかああいうね、おもちゃ会社みたいなね、物販やってるところね、パナソニックでもいいですよ、東芝でもいいですよ、ああいう物販やってるところね、思い,か、えー、思いながらやってほしいんですけども、例えばじゃ例えばじゃあ、本社オフィスが会社法人なんですか、これ違うんですよね、ノーなんですよね。支社オフィスが会社法人ですか、工場ですか、倉庫ですか、ショールームですか、直営店ですか、ね、たくさんの従業員ですか、流通,流通している商品ですか、在庫になっている商品ですか、 銀行口座ですかで、こうやって全部見ていくと、どれも実はね、会社法人じゃないんですよ、これは。これそのものは。何者でもないんですよ。ただ、言語として残ってるだけなんですよ、それがね。じゃあ、あの、誰が会社法人か株主が会社法人ですか違うんですよね。経営陣が会社法人ですか役員が会社法人ですか実は誰も会社法人じゃないんですよ。そして不思議なことに、これらね、 全てが消滅しても会社法人で潰れないんですよ。潰すことできないんですよ。従業員一人残らず退社しました。みたいなね。所有物件全て手放しました。商品を全部処分しました。製造ライン止めました。お金のマイナスがたくさん出ました。これどういうふうになっても、実は会社法人って潰れないんですよ。うん。だから失敗したら会社が潰れるって皆さん幻の中がいるんですよ。そういうのはね。で、またこれ不思議なことに、 どんなにマイナスでね、この立ち行かなくなったとしても、先に進めなくなったとしても、信用創造によって何度でも復活可能なんですよね。この会社法人っていうのは。信用創造によってお金を調達することができれば、新たに物件を所有したり、労働者を従業員として雇用したり、製造ラインを再スタートしたり。ね。どうやっても潰せない。でも何度でも復活可能。そして、唯一潰せるとしたら、 法律家だけが会社法人を消滅させることができるわけなんですね。これは裁判が発生し、判事が会社法人の解散を命じれば、ようやく会社が消滅するんですよね。これ以外の方法で潰す方法ないんですよ、実は会社っていうのは。本当は。うん。で、この日本国の法律のもとにあるですね、会社法人では、この情報軸のの、ね、中に文字によって存在するのが会社法人ですね。 で実際は何も実体がない、単なる一枚の紙切れとハンコの、えー、ね、だけ、だけなんですけど、物理時空上では。なぜか、それでも一人の人間のように扱われるんですよね。一人の人間のように銀行口座を開設したり、資産を所有したり、納税をしたりすることができるわけなんですよね。で、ビジネス投資で失敗して解散することになったとしても。 株主経営陣従業員の金融資産ね不動産資産などの個人資産を借金の返済に当てたりする当てたりする必要はないわけなんですよここ重要なところですよすごい覚えておいてくださいねうんビジネス投資で失敗して解散することになったとしても株主経営陣従業員の金融資産不動産資産などの個人資産を借金の返済に充てたりする必要はないわけなんですよ重要なの2回言いましたけどね うん、この言語何回も繰り返してねあのなぞっててくださいねじゃないとね失敗しちゃうんだよこの会社法人の経営っていうのはうん情報時空の中だけに存在している会社法人という仕組みを活用することで安全に守られた状態でビジネス投資の活動を行うことが可能になってるんですよねはいこの一節さえしてればよく会社で失敗してね自殺する人とかいるじゃないですか借金を負って何とかとか聞くじゃないですかあれはこの言語の一節を知らないだけで ああなってるんですよ自爆してるんですよこだわりとかプライドでだそういう風に失敗した人は申し訳ないですけど自爆してるだけなんですよ本当はこれなんで僕は言語にこだわってるかっていうとこの言語化をちゃんとしてくださいっていう,うにいつも言ってるかっていうとここの今の会社法人っていうのをちゃんと自分自身でねなぞって書き,書き出しておいてくださいね後でね何がか何を思って会社法人かも含めてこれがちゃんと分かってないと北のセオリーやる時にビビってしまうんですよ 自分と会社法人を重ね合わせてビビってしまって自爆してしまうんですよこれ唯一のリスクが全部自爆なんですよこれ会社法人で失敗するっていうのは本来会社法人では誰も潰せないしねこれ唯一,唯一の手段を除いてねうん自分ではないんですよなのに自分ではない法人格によってリスクのないことができるわけなんですよだこの一説を分かってないと自爆的に自らなんか自分のせいだと思ったりしてね こういうことをしないように、しっかりとこのね、会社法人とはっていう言語化、これは何度も何度も繰り返しやっておいてほしいな。それお互い今日ね、出会った人と,と、隣同士ね、後でね、会話しあったりして、会社法人ってこうだよねっていうの確かめ合ったりとか、ね、してほしいなとい思いますね。はい